ご覧の皆様こんにちは、ホステルと申します。プレイステーション4のサイコブレイク2ですね。続きからやっていきましょうか。前回最後この映写機の操作画面でバグって確か終了したよね。今回真面目にっていうかまともに動いたから調べてみようか。はっきり聞こえるわセバスチャン。では今日もどうぞよろしくお願いしますね。名前の通りだ。どれだけ進んでもどこを通っても終わりがない。しかもどこにでも潜んでいる。一般人に紛れてどんな手を使ってるんだ。言ったでしょ、見つけられるのはメビウスにとって都合がいい時だけ。長い間あなたを観察していた。抜かりなくね。あなたが探しているのは知ってた、見ていたから。そして近づきすぎた時は阻止していた。なぜだ、なぜこんなことを。人々にはリーダーが必要なのよ。それは人々が選ぶものだ。メビウスの目的は統率じゃない、投獄だ。分かってるはずだ。メディアも政治家も掌握してるなら堂々とすればいい。こそこそ隠れるのは悪事は働いている自覚があるからだ。真実を知れば人はメビウスを葬るだろう。確かにね。でも真実が明らかになったとして信じる人がいるかしら。ああ、陰謀を隠すのも楽だろう。そんなものはないと思わせればいいんだからな。はい、ではもう一つね。応答してくれ。聞こえてるわ。どうしたの？何が現実か分からなくなるときはないか。普通の人よりはあるわ。あなたほどじゃないだろうけど。初めてステムに入ったときはその自覚もなかった。出てからもまだステムの中にいるような気がしていた。何が起きたか伝えようとしてもおかしくなったと思われた。当然だ。俺でも自己防衛のための証言だと思うだろう。そうね。メビウスの人間である私でさえビーコンの後は回復に時間がかかった。ずっとデジャブを見ているような。まだ混乱する時がある。だから今回は入らなかったのか。できれば二度と入りたくない。お前は運がいい。ユニオンにいるとデジャブを見ている夢の中でまたデジャブを見ているような気がする。まともな精神状態で出られればいいが。どんな状態でも帰れればいいわ。精神の無事は保証できない。ステムにはまだ未知の影響があると思う。はい、2つのファイルを無事に確認することができて先へ進んでいきましょう。前回確かオニールを倒してありがとうな。で、セオドアを止めてくれみたいな感じになってたんだよね。で、前回から今回の収録にかけて時間がものすごい空いてるんだよね。あ、ユキコちゃん？あれ？ああ、はいはい、ここだここだ。思い出した。というのも、俺しばらく入院してたんだよね。入院してたって言っても、ビーコン精神病院じゃないからね。普通の病院に入院していて、しばらく収録できなかった。怪我してる。採用部門のトップよ。でも、ステムで何をしているの？目的は？お前の知らないことが起きてるんだ。奴はリリーを欲しがってる。オニールを見ただろう。ついてきて。必要なら誰にでも同じことをするだろう。リリーが手に入るならここを破壊することも厭わない。奴を止めないと。エイムがマジむずい。アイテムしっかり確認しとかないと。これしびれさせるやつなんだっけ。やつとあとハープーンが一つか。ショックボルトか。で、ショットガンの弾がわずかにハンドガンの弾がわずか。これで戦い抜いていくことができるのか。これは何？よくわからんが、安定化装置によく似てるな。とにかく、オニールが言った通り、これを壊すとするか。当てもあることだしな。俺だ。セバスチャン、忘れられたかと思ったよ。クッキーの準備はできたか？ああ、早く使いたくてうずうずしてる。よし、ここの座標を送る。でかい銃も頼むぞ。狩りの時間だ。狩りの時間？もう向かってる。後で会おう。また出てくるのかな。ボス戦連発？ひょっとして。どうやって来た？エスメラルダじゃん。
こっちはほとんど終わったよ。準備ができたら声をかけてくれ。爆発の準備ができたら声をかける。ユキコ、教えてほしいことがある。エズメラルダについて。エズメラルダを見ても驚かなかった。知り合いか。驚かないわよ、ステムでよく見るもの。メビウスは全員顔見知りなのか。私がみんなを知ってるの。新しい人員の評価を任されてきたから。団らんのない大家族みたいだな。危険な仕事のサポートには彼女は最適な人材よ。優秀な兵士だから。全くもってその通り。マイラについて。マイラのことも知っているな。なぜステムの中に。ええ、教えろ。一緒に働いていたから。なぜマイラはこんなことを。リリーが実験台にされるのをなんで黙って見てられた。俺が死んだと言ったのはなぜだ。マイラの母性本能はとても強い。リリーに近づくためにメビウスに入ったのよ。それに実験とは手厳しいわね。リリーの待遇は良かったし、毎日母親と話すこともできた。あなたは死んだことにするって条件付きだけど、リリーのためを思ってのことだと思うわ。ああ、母性本能が少し暴走しただけだと願いたいね。全て終わったら家族で話せるといいわね。セオドア探し。セオドアの世界を見た。あれが心を反映してるなら確実に精神に問題ありだ。だから強い力を持ってるのね。今一番追いかけないといけないやつ、セオドア。影から操る方が簡単なのかも。なら引きずり出すまでは。オニールが言ってたことが本当なら。確かめる方法は一つ。この機械をぶち壊せば炙り出すことできるのか、セオドアを。お前は避難した方がいいかもな。そうね。オニールの別の作業室に面白いものがあったの。使えるものがないか見に行ってくるわ。わかった。でも終わったら拠点に戻るんだ。これを壊したら何が起きるかわからんからな。わかったわ。世界が崩壊するまであるか。操作方法忘れてる。バツボタンが懐中電灯か。ん？なんかなかった今。気のせいか。このバスタブみたいなやつの頭を乗せる部分か。枕みたいなやつがアイテムに見えただけだわ。何もないね。あ、ギアがある。しっかりと押さえといて。弾薬ないかな。この裏はないね。ああ、ちょっと待って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 貴様、こんなところにしれっとロッカーキーが。では頼むよ。したいんだが、ユキコのことは知っていたんだ。知らない奴はいないよ。メビウスに入る前、必ず彼女のオフィスに通されるからね。信用できるか。前ならできないって言ったかもね。だが組織に見捨てられた以上、立場を考え直すだろう。ユキコも閉じ込められた身だ。断言はできないんだな。嫌な奴じゃない。愛想はないけど、ただ人をモルモットみたいに見る奴はどうも苦手でね。聞いてるんじゃね。俺が飛ばしたらどうなるかわからん。すぐ後ろにいるけど、ね、でも少なくとも先手は打った。リリーから手を引けと言って聞き入れると思う。めっちゃ見てるけど。善悪を解いて納得してくれる相手じゃなさそうだ。見つけ次第殺せってこと。覚悟しとけってことだ。何が起きてもおかしくないからな。悪気はないんだが、なんであんたみたいに賢いやつがメビウスなんかに入ったんだ。陸軍で爆発物を専門にしてたんだが、秘密工作のためにメビウスに出向してね。終わったらすぐ誘われたってわけ。それで簡単に同意したのか。かなり売り込みがうまくてさ。だけど契約の時多くは説明されなかった。まあ胸を張れない仕事もしてきた。でも盲目的に従うしかないんだ。逆らったらマイラに組織から抜けるチャンスがあるって言われた時は迷わなかった。ひどいこともしてきたけど、少しは良心が残ってるからね。ではずらずら話したところで起爆準備に入ろうか。これで爆破できるのか。余裕だよ。あんたが良ければいつでも行ける。打ち壊せ。でもいいぞ。即答の男。他の部屋の装備品を調べてくる。二人とも頑張ってね。かわいい。
よし、ではじゃあ行くよ。やらせていただこう。開始まで3。え、これ俺何かしないといけないの？1。飛ばし作戦一瞬で終了。何が起こる？エズメラルダ、大丈夫か？エズメラルダ、どこだ？二人分断された？もしかして精神世界だから何が起きてもおかしくない？セバスチャン・カスティアル、あなたは暗闇に入ることを拒む。私を光の元に探すのですか？軽率な行動でいつも破滅してきました。来なさい、待っています。大事な娘に会いたいでしょう。わ、どこだこれ。行きなさい、夢見たすべてを確かめる。周りが暗い。リリー、どっち？いるのか？リリーの声。チャプター12、底なし沼。マップあるか？マップがない。リリーの声の元へ。こっちだな。どこからリリーの声が聞こえてくるか調査だよ。敵が出てくるかもしれないよね。だけど、あ、アイテムっぽいものもある。あれアイテムだよね。しっかりアイテムも押さえとかないとね。あ、びっくりした。ロストがうまく合わせらんで。まずいまずい、まだ出てくるかな。ハンドガン使えねえ。エイムがうまくできないからね。他にはアイテムまだある。ガンパウダー、ありがたい。リリーの声は一体どこかな。沼の中から敵が出てくるな。ライトつけると明るすぎるかな、これ。アイテム、お、いいですね。こういうのはありがたい。声聞こえる。どこだ。どっかにいるよね、敵が。声聞こえるから。え、こっち左の方から聞こえた。あ、いた、いた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 。狙いからか、スニーキル。斧持ってるからスニーク狙いつつ、無理なら斧でぶち殺すっていうのがいいよね。どこ？まだ声が聞こえる。ゲット。右の方から聞こえたぞ今。あれ？奥に一人いるのは確認できるけど、スニークしようとりあえず。あ、こっちにもいる。わ、なんか変なのがいるわ。あらまずい、あらまずい。隠れよ。あいつはまずいぞ。あれって液体飛ばしてくるやつだっけ。こっちにもいる？敵が。あ、いるわ。あ、斧持ってる。これで行こう。新しいやつと取り替えて、ブツブツ交換。遠くには行けるのかな、これ。底なし沼の。あ、行けない。これ以上行けないわ。マップの端っこだ。アイテム結構あるかもしれないからね。しっかりと押さえとかないといけない。命を攻めるために。ここハンドガンのポーチあったとこだっけ。え、あー、いる。しっかりと倒しておきたい。アイスボードを持ってんな。これでいこう。また取り替えて。
簡単にグリーンジェルを取れるときはしっかりと取っていかないとね。リーの声はあの大きな扉みたいなところから聞こえていたか。向こうに一体まだいるな。今影が見えた時の。あれ大きなやつどこ行った。いるよね。遮蔽物に隠れつつアイスモード持ってる。なんだ今の。こっちに気づいたような気がしたけど今。やべ、俺がどっち向いてんのかも全然分かんなくなっちゃった。正面か。あ、大きいのいた。いつの間にか反対側に来てたみたいだね。あ、これ以上いけない。このぐらい離れてたら見つかんないかな。スニーキルできるのかな、あのでかいやつ。試してみるか。わあ、けど殺されたら嫌だな。あすまない。やばい。瓶って持ってたっけ。持ってないね。くっそ、こっち向きそう。思わせぶりなんだけど。試すか。あ、いけるいけるいける。あれ表示されたりされなかったり。え、なんで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 スニークルできないの。え、今一瞬表示されたよね、スニークの。なんでだ。表示されたりされなかったり。あれ、おかしいだろ、絶対。なになになに、どういうこと。自爆しちゃった。新しい敵か、これ。てっきりあの液体飛ばしてくるやつかと思ってたわ。結局の話、敵全部倒さないと、ここ操作できないんだね。周りしっかり見ながらやらないと。初代みてえだ。多分、敵全滅させてない状態で、ここ触り始めると、一斉に起き上がってくるんだよね。よかった、いける。何三輪車か。え敵今セバスチャン反応してたよね。右の方を見てたような気がするんだけど今彼。奥になんかある。うわっ、あ、気づかれてる。何めっちゃいるけど。やばい、すげえ数。どうしよう。うわっ、くぜ。自爆野郎か。自爆野郎におびき寄せて敵を倒すっていうのもありだけど、俺のプレイヤースキルでそれができるか。きつい戦いなんだけど、これ敵の数多いよね。これ SSE 化すればもうちょっと速くなるかな。ここでオートセーブ入ってくれてよかったわ。一気に敵が出てきたよね、さっき。できれば少しずつ倒したいけど。自爆やろ。あ、で自爆させとくか。結構範囲広いのな。わあ！どこ？え、待て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 。なんか変な方向からも声がした。
めっちゃいる。弾がない。クソやばいぜ。いてダメー。あああ少しクラフトしておくか。生クラで。あーどうしよっかな。ショックボルト持っておくか。ショックボルト2つほどクラフトしておいて、残りはショットガンにするか。これで行きましょう。でショックボルトを持っといて、すぐに撃てるようにね。どっち側から探索していこう。敵が地面から、あ、いっぱいいる。カートやらそう。とりあえず、あ、気づかれた。ダメか。周りに一気に気づかれたな。うわやばい、壁が。あら、潰せできない。潰せ、やばいって。決めとこ。安定させないと。敵がまだいる。どこだ？敵の声が聞こえるけど、どこにいるかわかんない。後ろか。後ろ見たな、今セバスチャン。それ、思いっきり寄せて、決勝で倒していく。声はとりあえずやんだ。だけどまだいるよね。さっきの感じだと。さっきゲームオーバーになった時の感じだと、敵の数がすごい多い。拾えるアイテムないかな、どっかに。どこまで行けばいいんだろう。アイテムありそう、ここ。よし。ギアだけか。やべ、迷った。一応リリーの声を追うようにしていけば、先へはいけるんだけど、アイテムを欠かさず欲しいんだよね。これから先の戦いのために。空間が広すぎる。あっ！どこ？後ろか？あ、斧持ってる奴がいる。斧欲しいな。あ、二人とも斧持ってる。とりあえずじゃあ、斧使って倒したいんで、拾えよ！拾えって、あ、俺もすでに持ってたわ。あ、じゃあ使えばよかったな。もったいない。ここの斧の場所覚えとけるかな。まだ敵が出てきたら、再び拾いに戻りたいんだけど。あれ？リビーの反応が反対側になってる。こっちか。もう方向感覚が全然ないんだけど。これさっき来たところだよね。これは？波動の弾。渡りに船とはこのこと。全然気づかなかったんだけど、最初。俺さっきここ覗いたよね。ここ来てるわ。こっち側か。扉が、なんかの部屋なのかな。あ、ここリリーの部屋だ。カステヤノスケの。どういう空間これ。あ、ママは諦めなかった。パパとは違う。そんなこと言う。ない、俺も諦めてない。ママは死にようとしたのに、聞こうとしなかった。いや、違う、そうじゃない。
あなたはしくじり、彼女はなしとした。俺をたばかるか、セオドア。ことを拒む、二人とも失った。そして自分さえ見失った。俺を洗脳しようとしているのか、彼は。分かったような口を聞くな。マイラは知っていたのだ。願いを叶えるには服従し、組織に入るしかない。クソが、黙れよ。早くこの空間から出してくれ、この俺を。こっちか。リリの声。よし、とりあえず一回切るか。まだ長そうだしね。では、ご視聴ありがとうございました。